あ、つくらメンバーはみんなリアルでお会いしてるんですか？あ、会ったことないメンバーはいます。ルザクくんとギゾクさん会ったことないよ、僕。あ、サンダーさんも会ったことない。サンダーさんも会ったことない。3人会ったことないわ、多分。アマグリさんはある。アマグリさん初対面、僕サウナの中でお互い全裸で初めましてした。たまたまサウナで初対面出会うっていう。メッサンはあります。メッサンそういう、そういう意味ではこの前、お会いしたんですよ、初めて。11月とか12月だったかな、ワールドカップ。コハロンさんがちょうどワールドカップに行った時に、なんかメッサンがワンピースのカードゲームの大会かなんかで東京来てて、で、その時に会いました。リアルでも声でかいんですか？いや、メッスさんはね、これあんま言うと怒られるんだけど、リアルだと普通にめっちゃいい人だった。言うなって言われてるけど、普通にいい人だったな。別に声の大きさも全然常識の範囲内。社会人しながら、お父さんしながら YouTube やってますからね、あの人。すごいよね。一番常識人、実は。あつくらの潤滑油メッスって言われてる。メッスさんの叫びに元気をもらってます。マルクンはいました。マルクンはね、全然会ったこと、もう会ったことあるっていうか、もうだいぶ長いからね、マルクンは、本当に。マルクンだって、2016年ぐらいからもう知り合いだから、初めマルクン会った時、若えなーって思ってた。まあ今も若いけど。丸くんもともとね、事務所が一緒だったんですよね、YouTube の。ヒカクさん育ちの良さを感じる。いやー、感じるなー。感じます、ヒカクさんは。育ちの良さ。トツボタレインボーの動画をご覧の皆様、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。おすすめ動画もよかったら見てね。 Thank you.